兄の優吾です。私は今まで兄の世話をしていてもあまり悲しくなかったんです。どんなに話しかけても触っても反応が返ってきたことはありませんでしたけど、それが当たり前になってしまっていたんです。でもこの間あなたから兄の言葉を聞いて悲しくなりました。何も喋らずこうして寝ている兄が普通じゃないんだって改めて気づいてしまって、私はエデンを守るため、そして何より兄を救うため、絶対にエデン症候群の原因を突き止めてみせます。それにあなたの体を元に戻す方法もきっと、助けてくれたお礼まだできてませんから、今度は私があなたを救う番です。突き合わせてしまってすみませんでした。確か病院にはお仕事で来たんですよね。よかったらどんな内容なのか教えていただけませんか。何かお手伝いできることがあるかもしれません。そうでしたか。あの山科さんが錯乱状態で入院ですか。わかりました。山科さんの病室はロビーの受付で確認できるはずです。行ってみましょう。誰だお前は。そうか、神城の手先だな。ここにいましたか。さすが電脳探偵さんです。何なんだ君たちは。一度裏切った私に何の用だ。いや、私が裏切られたのか。8年前、何かがあった。それでやめろ。すまない、知らなかったんだ。覚えてない。思い出したくない。思い出せない。大丈夫ですか山科さん。何があったのか話してください。私は神城の関係者です。
あなたのお役に立てることがきっとあるはずです。神城、そうだ、私はそこで、そこの研究所、地下の、頼む、私を研究所に、六本木地下施設に連れて行ってくれ。え、なぜあの場所へ。行かなければ、あそこで私は、行かなければ。行ってみるしかなさそうですね。研究所に着きました。山科さん、そうだ、ここだ。ここで私は研究をしていた。何を、記憶の何かを思い出しているみたいですね。精神データスキャン、そうだ、そう、私が研究していたのは精神のデータ化だ。精神のデータ化、エデンのシステムの基盤となった技術をあなたが。私だけじゃない、私の中にも誰かがいた。共同研究者、スエドウだ。私はあいつに記憶を奪われたんだ。記憶を奪われた、スエドウさんに。頼む、私の記憶を取り戻してくれ。この装置を使えばそれができる。もう覚えていないことで苦しむのはたくさんだ。私がオペレートします。山科さん、指示をお願いします。まず私の精神データを読み込んでくれ。それをデータとして書き出してからコピーを作る。そのコピーデータをハードウェアの仮想記憶領域で実行。ここで記憶にプロテクトを施す。改ざんされたコピーデータをオリジナルデータに上書きすれば記憶は変わる。私の現在の記憶を仮想記憶領域で実行してくれ。そうすれば記憶屋を特定しても処置が。山科さん、これはコピーしたデータがデジタルシフトを起こしてる。プロテクトの除去を阻む何かが山科さんの記憶データの中に仕組まれてるみたいです。
からほら。Hold it!
Thank you.
大丈夫ですか、山科さん。ああ、大丈夫だ。記憶が一気に戻ってきたので少し混乱しているが、意識ははっきりしているよ。私の体はずっと本当の記憶と向き合いたがっていたのかもしれない。聞かせてください、山科さんの記憶には一体何が刻まれているんですか。8年前のエデンのベータテストのことさ。ベータテスト？ああ、数百人の参加者を招いて実施したエデンのクローズドベータテスト。運用実験も兼ねたテストプレイだ。当時私が所属していたナイルコープはすでに神城に買収されていてね。ベータテストは私とスエドウが指揮を執ったんだ。テストといっても宣伝も兼ねた体験イベントだったのね。まさかあの体験会であんな事故が起こるなんて設計者の誰も予想していなかった。ベータテストの最中に参加者の子供たちのうち5人が原因不明の意識障害を起こして倒れてしまったんだ。4人はすぐに意識を取り戻したが、うち1人の少年は最初のエデン症候群の患者になった。その少年というのは私の兄です。そうか、君は上城社長のお嬢さんだったのか。兄の他に4人もの子供たちが事故に遭っていたなんて。山科さん、その子供たちのことは。すまないが覚えていない。記憶の改ざんではなく本当に知らないんだ。私は私たちの作ったエデンが子供の人生を奪ってしまった、その事実に耐えられなかった。自分の犯した失敗を直視できず、罪の意識で私の精神は病んでいった。それを見かねてスエドウは私の記憶を消してくれた。彼は私に一時の救いを与えてくれたんだ。エデンネットワークはベータテストの段階で様々な行政機関との提携が決まっていてね。莫大な金が動いていた。だから誰もこのプロジェクトを止めることはできなかったのさ。テストは成功した、そう報告するために全てはなかったことにされたんだ。では誰もその子供たちのことは。いや、スエドウだけは彼らと話をしていたはずだ。4人の子供は意識が戻ると口を揃えて奇妙な話をするようになったらしい。それはまるでおとぎ話に出てくるような世界の話だったそうだ。多くの研究者は過度のストレスが招いた集団ヒステリー症状と解釈していたが、スエドウは違った。彼だけは4人の子供たちの言葉を一言一句聞き逃すまいとしていたよ。子供のように目を輝かせてね。そう、あれはまるで宝物を見つけた子供のようだった。ではスエドウさんに聞けばその子供たちのことが。ああ、だが子供たちのことを探しても無駄だよ。スエドウが彼らの記憶を奪ったからね。彼らの記憶を奪った？奪ったというよりも私と同様暗号化して封印したといった方が近いかもしれないな。記憶というものは改ざんはできても完全に消すことはできない。どんなものでも無に帰すことの方が難しい。でもどうしてそんなことを。当時の事件の唯一の手がかりだったのに。それはスエドウに聞いてみないとわからない。しかし記憶の封印はスエドウが彼らに与えた救いだったと思う。子供たちはみんな泣いていたから。ところで勝手な願いなのは承知の上で、君たちに頼みたいことがある。
私の記憶をもう一度封印してくれないか。え、以前の私は仕事にかまけて家族を顧みない父親だった。娘を地下を泣かせたことも一度や二度じゃない。でも記憶をなくした私なら優しい父親でいられる。記憶のない自分こそが家族が望む理想の私ということだ。本当にいいんですか？それでこのシステムが改ざんできるのは記憶だけです。いつかまた無意識化の罪悪感に苦しむかもしれません。君の言う通りだ。私があの症状に見舞われたのは肉体への記憶のシフトによるものだからな。記憶のシフト？人間の記憶というものは脳だけに存在するわけじゃない。体中の神経細胞に転移しわずかずつ蓄積されている。だからこそたとえ頭をいくら押さえつけても私の目は耳は手は辛かった事実を決して忘れはしない。人間はそういうふうにできているのさ。だが君たちに全てを話したらなんだか気が楽になったよ。懺悔とはこういうことなのかもしれないな。頼む、もう一度過去の出来事を忘れさせてくれ。残りの人生せめて家族だけは悲しませたくない。一体どうしたら。これでよかったのでしょ。私はこれで失礼します。エデン症候群の謎を解くためにもリエさんとスエドウさんを追いかけないと。また連絡します。忙しいところすまんが、お前さんに応援を頼みたくてな。大至急新宿に来てくれないか。てめえこっち来んな。こいつ撃っていいすか。このぐちゃぐちゃしたキモいし、撃ちますよ。いいっすよね、また撃った。うるせえ、ちょっと待ってろ。俺たちじゃ手に負えねえ。こいつは完全にお前さんの専門分野だ。頼んだぞ。